会社の事業縮小移転により転職活動中の25歳です。新卒で経理部に入社した製造業の会社から転職しようとしています。3ヶ月決まりきってません。書類通過したのは10社近く、二次面接通過2社。自分が考える面接で落ちる原因は簿記資格を待ってないこと、応募先への入社意欲、キャリアプランが発揮してないですが、何かアドバイスがありますでしょうか。残念ながら多分そこの落ちてる理由が間違ってます。あのイケメンか美女だったら受かってますよ。で、まあ、それは置いといて、結局その会社ってあのそのいつと一緒に働きたいかどうかが大事で、キャリアプランとかマジどうでもいいんですよ。で、入社意欲も超どうでもいいんですよ。要はその、あのこの会社大好きですっていう人の方が役立たないんですよね。あのまあ、さっきまでドワンゴの話をしてたのでまたドワンゴの話しますけど、あのニコニコ動画が成功してから入ってきたニコニコ好きのやつの方が使えないんですよ。要はそのこの会社大好きです、なぜならサービスが好きだからっていう、そのニコニコに詳しいだけのやつ入れてもしょうがないんですよ。そのニコニコ動画ってユーザーを増やさなきゃいけないので、ニコニコ動画を見てない人たちにいかにニコニコ動画が面白いものかって広めなきゃいけないので、ニコニコ動画にないものを、こういう世の中に面白いものがありますよ、これを入れましょうとか、ニコニコのここが良くないから変えましょうとかっていう、その愛情がないやつの方がいいアドバイスをするんですよ。で、その入社意欲は給料高いから入りたいっすっていうので全然いいんですよ、そいつが優秀だったら。例えば超絶優秀で、なんで入るの、給料高いからっすって言っていいパフォーマンス出してくれば全然いいわけじゃないですか。なので入社意欲とかでキャリアプランとかマジどうでもいいですよ。お前の人生なんてどうでもいいからみたいな、要は言われた仕事をちゃんとやってくれるかどうかが大事で、なんか将来は弁護士を目指してますとか超どうでもいいんですよ、あっそふーみたいな話で。なのでそのキャリアプランとか入社意欲とかが重要だと思ってる時点でまずずれてますと。で、簿記資格を持ってないのが分かってるんだったらさっさと取れば、あの年に多分2回ぐらいって簿記の試験やってなかったっけ。なのでその自分が落ちてる理由っていうのの把握がまず間違ってるっていうのと、で簿記資格があった方が受かりやすいのは事実です。なのでもしこれが足りないって分かってるんだったらそれさっさと取った方がいいですよ。で、仮にじゃあ経理部に入社して、まあ、簿記資格なしで経理部に入社したとしても、転職するときに簿記の資格があるかどうかであった方が全然受かりやすいです。なのでその自分の人生って25歳なのでこれから長いので、でその働きながら簿記の勉強するのは結構大変なんですよ。なのでどうせ今時間があるんだったら簿記の資格の勉強しながら就職活動して、まあ、受かっちゃえば別にもうそれでいいじゃないですか。で、受かんなかったとしても簿記の勉強してるから簿記の資格取れましたっていう状態にする方が勝率は上がるんじゃないかなと思います。